一号艇松田達馬選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。昨今シリーズは予選トップ通過から優出となりましたが、はい。船なの仕上がりはどうでしょうか。いやまだしっくりきてません。うん、はい。どのあたりがしっくりきていないですか。係のグリップの部分が一番大きいですかね。うん、はい。まあそのあたりは接間ずっと言われていますよね。はい。 なかなか調整してもよくならないような感じですか回転を抑えたらそれなりにはくるんですけど今度はちょっと立ち上がりが悪くなったのであちょっと違うなと思ってで後半、まだ10のの方がまだ、はいはい、朝寄りは乗れてたんでまょ、あ、っかその辺でまた探したいなと思いますすそうですね,でね直線の評価などはどうっちか,かちょっと後伸び寄りなのでスローだとそんなに目立たないと思います。はい え明日優勝戦向けての作業なんですけれども、何かイメージはありますかそうですね、ちょっと佐藤家君が今無敵状態なんで、もうちょっと <laughs> はいついていけるようにはい頑張ろうかなという感じです、ね、あすは1号手でのレースとなりますが、インコースからのスタートの見え方はいかがでしょうか、はい、うーんまだはっきり見えてるとは言えません。はい、まあ明日 得などでしっかりとこ、はい、うですね。また気象条件とか風ですね。はい、その辺しっかり見てはい、はい、えー、それでは最後にファンの方へ向けてメッセージをお願いいたします。はい、えー、委員からしっかり抜きたいと思います。応援お願いします。